はい、ナオズです。今回はこれですね、トミカのトミカで行こうオートキャンプセットです。まあ、ここ数年キャンプが人気なのでというセットかなと思います。7月にはカロビーもありましたよね。で、ルーフキャリアバッグ、それからテントがついてるということで、まあ、ちょっとこうジオラマ寄りになったセットなのかなと思います。最近ではあまりね、こういう小物付きのセットなかったと思いますんで、これはいい感じじゃないかなと思います。では開けていきましょう。中は多分段ボールなんでしょうね。そうですね。いつもと一緒。おー、真ん中にこれがついてるんですね。はい、段ボール左上がスーパーカブですね。で、右上何も入ってません。左下が、ハイエース、そして右下が、ラブ4という感じになってます。で、小物類が真ん中にテープ付けされてますね。では左上スーパーカブから出していきましょう。後ろにね、なんか積んでますよね、これね。これすごくいい出来だなと思いますね。後ろに荷物積んでますけど、基本的にはレギュラーの色違いになってるかなと思います。ボディは緑のマットですね。これね、すごく渋くていい味出してるなと思います。ホイールは丸型のクリアパーツにスポークの部分だけシルバーで塗装してます。なので反対側がこうやってね、見えるんですよね。この仕様いいですよね。で、タイヤはゴム素材で前輪とハンドルは連動してません。まあ、ハンドルは動かすことができなくて、メーター類はね、これシールになってますね。その下カウルは成型色、後ろの白はプリントです。で、シートとこの荷物なんですけど、この部分で完全にくっついてますね。残念ながら荷物を取り外すことはできません。外せたらね、良かったですけどね。で、ギミックですけど、支えを出し入れすることができるようになってます。出してない状態だとこうやってね、パタッと倒れるんですけど、支えをしっかり下に出してあげれば、こんな感じで自立させることができます。この仕様はね、いいですよね。で、反対側こんな感じです。ホイールは前輪と同じ仕様になってますね。タイヤももちろんゴム素材で、テールランプは塗装になってます。で、サスペンションはついてません。ちなみに草原を疾走するとこんな風になりますね。いかがでしょうか。まあ、荷物もね、すごく少ないので、キャンプに来たというよりもピクニックをしに来たという感じだったら、すごくマッチするんじゃないかなと思います。次にハイエース出していきましょう。これは初回特別仕様とね、同じモデルかなと思いますね。フロント周りライトはクリアパーツになってて、バンパーは白の塗装です。このバンパーですけど、シャーシからは連続してません。で、黒いところはマット加工になってますね。このマットなんですけど、横ここまでね、繋がってるんですよね。で、ここでバチッと切れて、後ろにまたポッと出てくるということで、この仕様はね、すごく珍しいなと思いました。で、ボディは紺色のパールですかね。結構ね、綺麗じゃないかなと思います。ルーフキャリアは白の成型色になってます。で、インテリアも白一色になってますね。後ろの座席もね、しっかり確認できます。で、リア周りなんですが、テールランプは塗装です。残念ながらね、後部ドアは開けることができません。で、バンパーはこれ、後ろの方はね、シャーシから連続してます。シャーシはこんな感じ。反対側見せてませんでしたね。反対側こんな感じになってます。そしてサスペンションがついてます。ではさっきのカブに合流してみたいと思います。はい、こうなりますね。いかがでしょうか。まあ、現地集合のね、ピクニックもしくはキャンプという感じで、遊べるんじゃないかなと思いますね。いいですね。では小物のルーフキャリアバッグを取り付けていきましょう。これシワみたいな感じはね、よく出てますよね。まあ、残念ながら開けたりはできなくて、これで一つのパーツという感じですね。中はもう完全空洞になってます。ではね、セットしていきましょう。こうですね。おー、いいですね。雰囲気としてはかなりいい感じかなと思います。でも残念ながら固定はできないですね。まあ、微妙なところですよね。まあね、突起が出てても、まあ、こうやってね、置いて遊ぶことができなくなってしまうので、難しいところかなと思いますけど、一応ルーフキャリアの縁の部分が少し高くなってますんで、横に斜めにしても落ちることはありません。でも、そうですよね。前後にね、斜めにするとこうやって落ちてくるような仕様になってます。まあ、テープとか何かでね、固定するといいかもしれないですね。まあ、でも雰囲気はよく出てるんじゃないかなと思います。ちなみにルフバッグ乗せた状態で走らせるとこんな感じになります。いかがでしょうか。いいですね。こうね、荷物を乗せて、草原をガタ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 行きながらキャンプ場をね探しているというところかなと思いますけど、やっぱりこれがあるのとないのとではだいぶ雰囲気が変わってくると思いますんで、これ一つついてるだけでねかなりいい感じじゃないかなと思いますね。合わせてテントの方も一緒に確認していきましょう。はい、こんな感じになってますね。特に何かがあるというわけではなくて、入り口のプリントがついてるというだけですね。中もこんな風に空洞になってます。まあバリのところのプリントが来てるのはねちょっと残念ですけどね、まあこういうのは個体差かなと思いますね。はい、サイズ的にはこんな風になりますね。いかがでしょうか。ハイエースが64分の1なんですよね。なのでまあ人間がこれぐらいだとするとちょうどいい大きさになってるんじゃないかなと思いますね。ルーフキャリアバッグがやっぱりちょっと大きいかなという感じでしょうかね。まあこうなるとね、ちょっと人形が欲しいところなんですけど、まあでも全体的な雰囲気はよくできてるんじゃないかなと思います。ちなみにカブの横だとこんな風になりました。まあちょっとやっぱりねカブの横だとサイズ感的には微妙かなと思いますね。人間の大きさこれぐらいだと思いますんで、まあ、小さめの倉庫か、まあ動物用の小屋とか、そんな感じになるかなと思います。では最後ラブ4を見ていきましょう。この色がねすごくかっこいいですよね。フロント周り、バンパー、黒いところはシャーシから連続した成型色になってます。で、そこにシルバーの塗装が入ってるという感じになってますね。で、ライトはダーク系のクリアパーツです。これね、すごく特徴的ですよね。で、ボディは、まあ、エンジ色と言ったらいいんですかね。の、メタリックになってます。これ綺麗ですよね。サイド、前後ともフェンダー部分は黒のマットが入ってます。で、ステップのところはこれ、シャーシから連続した成型色になってます。で、窓、ピラーの部分に一部、黒のマットが入ってますね。で、反対側こんな感じで、インテリアは黒一色です。ちょっと見えにくいですね。で、リア周り、後部ドアを開けることができます。やっぱりね、このギミック嬉しいですよね。中はこんな感じです。で、窓のところにプリントです。キャンプがね、好きな方なんでしょうね。で、テールランプは塗装になってて、下の方、バンパーはシャーシから連続した成型色。で、そこにシルバーの塗装が入ってるという感じになってます。シャーシはこんな感じ。そして、サスペンションがついてます。ではラブ4も合流させましょう。はい、到着しました。いかがでしょうか。いいですよね。こうね仲間で集まってキャンプすごく楽しそうじゃないかなと思います。ラブ4は後ろが開きますんで、バックでまあこんな感じでねよいしょこうやって開けて遊んでもいいのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。通常のトミカギフトよりも1台少ない仕様にはなってるんですけど、その分ルーフキャリアバッグとテントがついてますんで、雰囲気としてはしっかり出せるセットになってるんじゃないかなと思いました。まあ、サイズ感もそんなに違和感がなかったので、しっかり楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。以上、トミカのトミカで行こうオートキャンプセットを紹介しました。ラオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズーマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。